こんにちは。今回はですね、塾生さんの実績報告でございます。月収100万を超えた方がね、また出ました。また出ましたって言ってもね、めったにこういう報告することはないんで、なんだそんな人いたのかっていうことになりますけども、だいたい年間でですね、40人ぐらいは月収100万とかね、まあ80万100万、このあたりですね、このあたりが達成できる方が出てくるんですよ。で、今回はですね、インターネットを使ったりとかブログを使ったり YouTube を使ってるっていうわけではありません。私がね、かねてから申し上げてます地方ビジネスの、一番簡単な例を申し上げてます。それはどういうことかっていうと、公民館とかね、集会所とかあるじゃないですか。あそこに、人を集めて、もしくは集まった状態のところに月額980円のスマホ実践教室みたいなのをやったらどうかってことなんですよ。現在ですね、ガラケーからスマホに切り替える方が多分ね、最も多いのが2020年今年なんではないかなと思うんですよ。というのが、スマホにすることによって大きな画面でね、遠くの人とやり取りができる、いわゆるリモートができるわけなんですよ。で、そうするとですね、ものすごく自分の活動の幅が広がったり、室内にいながら社会と関わる、そして街の人と関わる、他の遠隔地の人と関わることができる、そして日々のニュースが画像で届く、テレビを見なくなってくるわけですよね。持ち運べるテレビという感覚もあります。そういった中で YouTube を見たりね、 LINE のやり取りしたりっていう風な楽しみがあったりとか、中にはですね、 Twitter を始めたりとか、転売をしてみたりとか、 Facebook のような SNS をしてみたりとかいう活動もあるそうなんですよ。そういうの全般的にスマホの使い方を、教えますよみたいなのをね、週に1回フリータイムでやってるそうなんですよ。フリータイムってどういうことかっていうと、1ヶ月に4回、週に1回、時間の制限はね、確かに、公民館の貸し出し時間とかありますんで、だいたい2時間だそうなんですけども、いつ来てもいいし、いつ来なくてもいいと、途中退室、途中入場は自由ですよみたいなところをね、場所が変わりながら、同じ町内でやってるそうなんですよ。同じ町内ですよ。で、同じ町内で、されてる中で、何人かの方がね、10人前後の方とか、多い時は20人ぐらいの方がいらっしゃるそうなんですよ。で、人数によってはちょっとね、時間を制限したりとかして3密を避けるようにはしてるみたいなんですけども、これが結構受けるみたいなんですよ。現在ですね、月額980円のコースを36人の方が受けてくださってるみたいです。これはもうね、固定収入になってきます。増えることはあっても、めったに減ることがないみたいです。で、皆さんね、70代以上の方で、60代の方は1人いるそうですけどもね、だいたい70代以上の方で占められてるそうですね。だから70代80代の方に向けてスマホの教室、売り込み文句としてはね、入院しても寝たきりになってもこれがあれば皆さんと縁は切れませんよっていうことなんですよ。なかなか言いにくいことをね、切り込んでくれてるなっていうところですけども、相当な信頼関係をその町で作ってるんだなと思いますよね。で、この月額課金980円を36人の方に買っていただいても、とてもじゃないけど月収100万円超えませんよね。これ3万5千円ぐらいですよ。合計で3万5千円を毎月毎月課金しながら、じゃあその中でどうやってるかってことなんですけども、実はですね、25万円の高額商品がちゃんと用意されてるらしいんですよ。で、25万円の高額商品はなんとですね、スマホが壊れた時の修理、メンテナンス、それからインターネット環境とか、その他のめんどくさいこともろもろ込みのコースだそうなんですよ。で、買い物代行もつけてるみたいですね。買い物代行スマホで連絡があったら、ご希望のものをね、手数料なしで買いに行ってくれるそうなんですよ。それをやってるみたいですよね。もちろん毎日じゃないと思いますけども、この辺はうまく調整してみたいです。はい、そうするとですね、25万円の高額商品がなんとね、11月の8日日曜日に5個売れたそうなんですよ。5個ね。で、入金が16日17日2日間にかけて全部完了したそうなんですよね。で、36人の方に向けてこの25万円の商品を出すわけですから、やっぱお互い相談したわけですよ。これ結構高いね、誰が買うみたいな感じになったらしいんですけども、でもね、やっぱり作り上げた信頼があったんでしょうね。半年間ぐらいこの980円のコースされたらしいんですけども、年末年始とかにかけて連絡することが多いですよとか、入学式、卒業式、お孫さんの写真が送られてきますよみたいなところから始まって、スマホがよく操作が分かんない時とか、操作法を記したペーパーを作ってお配りしますよとか、なんなら私が行ってこうやりますよみたいなのね、細かくつけて説明会をしてそうなんですよ。そうすると5人の方が買って、まずね、試してみるわみたいな感じだったらしいんですよ。で、その後で、今月とかね、来月も同じようにセールスを設けるそうなんですけども、もうちょっと売れるんじゃないかなと私は思ってますけどね。
36人中5人の方が25万円の商品を買っていただいて、合計125万円が今日までに入金されたということでございます。うん、おめでとうございます。やっぱりね、こうなるんですよ。信頼関係を作ってですね、その人に必要なものをちゃんと聞き取ってあげて、それに応え続けると25万という価格でも安いと感じさせることができるんですよね。で、これね、25万円のものがこっそり売られたわけじゃなくて、36人の方、もしくはそのご家族とか地域の方は皆さんご存知なんですよ。あの人は980円のスマホのなんかね、コースをやってるみたいだよと、コーチをやってるみたいだよ、さらにこれを受講した人は25万円ぐらいの商品を紹介されるみたいだよと、その25万円の商品の内訳はこうだみたいなね。だからご家族の方も、あ、確かにこれはやってあげたいけど、なかなか自分がね、お父さんとかおじいちゃんにできなかったことだということだったんですよ。で、ここまでのサービスがあって25万だったらこれはいいんじゃないかなと。しかもこれ25万っていうのは一生ですからね。一生って言ってもね、まあ年齢がそんなにね、これから30年40年生きる人じゃないんで、まあ適正なのかなってことですよね。で、契約書もちゃんと作って、クーリングオフ制度も設けて、ご家族の方にも同じような書面を渡すように、これね、奥さんね、で、これご主人ね、ご家族の方にもちゃんと渡すんだよと、息子さん娘さんにもちゃんと渡すんだよみたいなことで、きちんとですね、ご家族の了承も取る形でやってるみたいです。で、もちろんね、おじいちゃんおばあちゃん自分の判断でやったっていうこともありますんで、いちいちそんな消費者に別に相談しないよみたいなことですけどね。うん、まあでも本当にね、多くの方が求めているものでも与えられないものをきちんと与えてあげた結果だと思います。素晴らしいと思いますよ。まあ私はこれがね、本当にずいぶん前から、10年ぐらい前から感じたことなんですよ。お年寄りの方のインターネットの環境とかパソコンの環境とかっていうのにちゃんと寄り添ってあげるようなね、サービスマンがいないねっていうね。うん、まあ、例えばね、大手キャリアの、社員さんでも窓口に来ないと答えてくれないわけじゃないですか、やっぱりね。で、窓口に行くのがすごい手間だから、まあいっかってなっちゃって、そういう不安から契約をしなかったりとかね、ガラケーをスマホに変えなかったりってことが起きてるんだとしたら、いつもね、近所にいて、いつも駆けつけてくれる、もしくは答えてくれる、しかも最低でも週に1回はその場所を公に設けてくれるってことになると、それは安心ですよね。うん、まあすごいと思いますよ。うん、よくやってくれました。この発想はね、ずいぶん前からあったんですけども、実行する人はそんなに多くなかったんですよ。まあ、今回ね、初めてってわけではないですけども、そういうふうな成功例を作ってくださってよかったなと思いますね。うん、だからね、やっぱりそういうふうに、うん、まあ、昔でしたらね、家電を取り付けたりとか家電を取り外したりとかっていうのが、ご老人の方はなかなかできなくって、それが代行の仕事になってたみたいですけども、それが形を変えて今はね、そのソフトウェアの使い方とかスマホの使い方っていう情報になってきたのかなっていうところですよね。うん、まあ、まさに今光り輝くビジネスじゃないですか。皆さんにも喜ばれて、そして5人の方がまず受けたってことに対して、他の31人の方も自分もそろそろやろうかなっていうふうに感じる頃だと思います。ですので、あとはね、セールスのたんびにこの25万円の商品が売れていくしかないと思いますので、ぜひ36人中36人にね、買っていただけるように心を込めていただきたいと思いますし、この36人のスマホ勉強会もまだまだ増えますからね。うん、100人とかになると思いますので、まあ、このまま続けていっていただければと思います。本当におめでとうございます。